皆さんこんにちは、女子服大好き緑川です。今日は横浜市都筑区のセンター北駅に来ています。ここは港北ニュータウンが広がる街の中心です。周辺には生活に便利なショッピングゾーンがあります。このモザイクモールには観覧車があります。今日はこちらに乗車して港北ニュータウンを眺めてみましょう。この観覧車は1周12分、高さは67メートルだそうです。緑川は久しぶりの観覧車、どんな景色が見えるでしょうか。港北ニュータウンは昭和40年に横浜市から発表された6大事業の一つです。その6つとは、今乗車してきた横浜市営地下鉄、そして港北ニュータウン、この先に望むことができる横浜ベイブリッジと首都高速横羽線などの高速道路、そしてみなとみらい21や金沢地区の開発がこれにあたります。東急電鉄が鉄道を伸ばし沿線開発を始めた頃、横浜市も地下鉄を伸ばし、ここに住宅地を開発し、みなとみらい地区にオフィスを誘致し、高速道路網を計画したのです。市営地下鉄は2つ先のあざみ野駅で東急田園都市線と接続します。海から離れていても横浜市ということもあり、一気にこの辺りの開発が加速したのです。こうしてセンター北駅とセンター南駅は発展したのですが、もう一つグリーンラインという地下鉄もあります。次回は寄りたい場所もあるのでグリーンラインに乗車してみましょう。高いところから港北ニュータウンの景色をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ観覧車に乗ってみてくださいね。このモザイクモールはもともとは都筑阪急という阪急系の百貨店だったことを付け加えておきます。それでは次回に続きます。ご視聴いただきありがとうございました。